岩尾です。でしたけ、はーい。で、今回はですね、2人である対決をしたくて、それに使うものを作ってきてもらいました。お願いします。はい、こちらです。かっこいい銃。はい、こちらの生徒と生徒さん自身作った銃、うん、え、これって何、輪ゴムで1回1回つけてみたいな。いや、これね、連射というか1回ゴムをここにこうやって何本かつければ1回1回引くことにバン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 って感じでね、すごい、できるようにしてあります。まずこの銃は、うん、やっぱゴムなので、うん、うちも高校とはいえ安全面が大事だと考え、うん、安全装置が3箇所についてます。まず1つ目がここ、うん、はい、ここね、ここをまあこう取るんだけども、うん、こうしとくことによって万万が一火が引いちゃってもゴムがここで止まるとようになってます。さらにここは ここでこう弾をカシャンカシャンってやってるので、はいはい、これをここまでにしとくことによって、うん、本当はここまで行くのがこれでここまでしか行かなくなるので、仮にこの状態で引いても飛びません。あーすごい、はい、で最後はこれが仮に外れてても裏面、ここがここね、これが安全装置になってるので、この引き金を引くとこれがここで止まっちゃうので、これもさっきのこれと同じ構造でいきません。こうやって安全装置取ることによって、ここ、ここ、そしてここの安全装置を取ることによって、これで今発射ができる状態になってます。なんかボンボンっぽい、ボンボンよりボンボンっぽい。いや、そんなことはないよ。形もなんかちゃんと銃みたいで、銃みたいというか銃だよね。的を見るところあるじゃん、銃のさ、こうやってあれがちゃんとついてるっていう、こういうこだわりがね、やっぱ、うん、持ってる高校生は羨ましいね。俺そういうのがそこまでできないから、なるほど、ね、そういうところデザイン性とかは、うん、やっぱね、高校生見ててすごいなって思うね。あのえっちゃんとかの動画見てて思うよ、いつもすごいなって。なんかせっかくだから、なんか連射もできるんだっけ。そう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 、そう連射してるところ見たいなと思ってやってもらっていいですか。連射といってもバババってはなくて、まず一発撃って撃ちます。撃ってこれでもう一回このままゴムセットしなくても2発3発4発とこういう風にしていけるようになってます。わーすごーい。じゃあ今から私とリッキーが今の銃で対決するんだけど、このリッキーが作ってくれた的、当てるやつと当てないやつがあるんだっけ。白を向かって白を倒す、はいはい、青いのは、青いのは撃っちゃったら、うん、ダメ。じゃあ白いやつをたくさん倒した方が勝ちだって。じゃあやっていきたいと思います。はい、じゃあまずはリッキーから。弾は何発ですか。4発入ってます。4発 OK。 じゃあ最大4体倒せますね。構えてください。はい、構えて、よーいドン。おお、当たったね。おお、当たってる当たってる。 OK、 2点今。あー残念。あー、もういっちゃったー。ということでリッキーは今ここに当たったのと、この赤い人に当たったので2点でーす。私は目指せ3点。すごいね、上手だった。狙ったの。狙ってる。じゃあいきます。で、白のやつを狙って。あー残念、ちょっと上だった。いくぞ。お、当たった今白。じゃあ1点。いきます。次が、あー残念、壁。え、残り1発、やばい、同点に持っていきたい。では、はい、ただいまの勝負は2対1でリッキーの勝ちでーす。すごい、いったー、イエーイ。ということで、まあ、今回のレゴの銃、これもね本当にすごいんですけど、まあ、いつか作り方を教わってね、一緒に作りたいな。そうだね。はい、ということで今回の動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。皆さんまたね、バイバーイ。